どうもこんにちは。まいひめ大学の特別講義即課時の公部でございます。今回はですね、信用ということをテーマにお話ししようかと思うんですけども、信用とかね、信頼。まあ、今回はこの二つの定義、まあ、ごっちゃにしてお話ししようかと思います。信用でも信頼でも同じだと思って捉えてください。まあ、どうやってね、信頼関係を築くかってことなんですけども、まあ、私はね、一つね、これ継続していくってことなんだろうなと思います。えー、一つのエピソードを紹介しますと、まあ、私ね、毎日毎日、 あの、メールのやり取りとか、動画の更新をしてくださる方がいるんですよね。まあ、ご存知の通り、舞姫大学のナミさんなんですけども。で、このナミさんと私のやり取りでね、ものすごく、もうありがたいエピソードがあるんですよ。それはですね、1回や2回ではないんですけども、もう私の方からナミさんの方に毎日毎日ね、メールで動画を添付して送ってるんですよ。でも、たまにね、 久保さん送られてないんですよっていう風に、ナミさんの方から教えてくださることがあるんですよね。そうすると、あ、送り忘れていたってことも確かにありますし、こっちから送っているんだけども、なぜかナミさんの方で受け取れてないってことがあってね、別のフォルダに入ってたりとかもあるんですけどもね。このやり取りの中に何が信頼かっていうと、あの、まあ、例えばね、毎日毎日メールや動画のやり取りをしていない方、たまにしかしない方っていうのは、 送ったメールが届いててななくても多分ね、気づかれいいと思うんですよいやしかし私の場合はねナミさんが「あれ久保さんから今日メール来てないぞ何かあったのかもしれない」っていう風にメッセージをくれるんですよねなんかメール届いてないみたいなんですけどっていう風に教えてくれるんですよでそうすると私の方も「あれ送ったんだけどなもしくはあ忘れてたわどっちかでまあ対応するんですよねこれが何を意味するかっていうと私が毎日送ってるから メールが来ない日っていうのは何かあったに違いないってすぐ気づいていただけるんですよ。でも通常でしたら毎日送る方ってあんまりないと思うんですよね。特に何年という単位で毎日ですからね。まあ、そうなってくると他の方に対する対応っていうのはメールが来てなくてもそこまで不思議がらないと思うんですよ。まあ、つまり久保哲郎は毎日メールを送ってくれるもんだというふうにね考えてくださっているところに信用が 信頼関係ががああっっっっててて来ないいことはは何かがあったはずだっていう,ふうにねやっぱりこう信じてくださるんですよねいや今日はたまたま送んなかったんですよっていうような返信はやっぱり私の方もないですから送り忘れていたか何かのトラブルで到達しなかったかってことですよねだからこう30年連続で勤務しましたとかね中学や高校の時に一回目休まなかった無遅国無欠席の皆勤賞だみたいな人いるじゃないですか。 そういう方ってのが進学とか就職に有利なのはこの信用が勝ち取るからなんですよね。で今日のキーワード信用を勝ち取るためにはってことなんですけどもこれは継続をすることと遅れないことなんか5分前行動とか言いますけどもね考えてみたら当たり前のことなんですけどもこの当たり前のことで表彰されたり何かね賞賛を得るってことはその当たり前のことがほとんどの人ができてないってことなんですよね。特にビジネスでは 毎日継続すすするっていうののはものすごく大事ですネットビジネスとか特にね例えて言うと毎日飲食店なんか吉野家の牛丼でもいいですけども空いてるでしょ、うん、だからリアルなお店ですらねもう12時間24時間営業するようなお店でもそういう大変なことやってるわけですからネットビジネスって一日中おもりをしとけってわけじゃないじゃないですかやっぱり何がしかしらの発信なりね受け答えなりとかやることは限られてるわけですよね その限られてることですら、継続できないところに、信用もビジネスも利益もないのかなっていうふうに思ったんですよね。はい。じゃあ今日はね、以上のような形になりますけども、ナミさん、本当にね、<laughs> 何年という単位、出会いのことから考えると、10年というね、単位で、やり取りさせてもらってます。お互い本当になんかね、今日という日が来て、すごいですね。継続は力なり、お互いに力なりでございます。これからもよろしくお願いします。